生中義士小三、富幸森助上門正方、生中義士伝夫守助上門正方富の森、正頼元禄十六年二月四日は、江戸時代前期の武士、赤穂浪士四十七師の一人、通称はスケーモ漢文十年、赤穂藩五六教役、富の森女太夫の子として誕生。母は山本玄護衛門の娘。父が早くに死去したため幼くして、 朝野長のりに使え、天羅三年に故障になり、玄禄三年に江戸詰馬回り券使い版二百国となった。いついかなる御用を仰せ使っても良いように二十両の金子を常に懐に入れていたという。また、徘徊を足し並み宝へ企画に指示し、審判と合した。玄禄六年十二月、備中松山藩水谷家が海域となり、朝野長のりが、 修城市に任じられると、江戸から国元へした準備を知らせる旧市に任じられ、通常15日かかるところ6日で、阿公に到着し、家中の者たちを驚かせている。朝野長典が、直死後地層役に任じられ、元禄十四年三月、直死が江戸へ下校すると、高田軍兵衛と共に品川まで出迎え、転送屋敷まで案内している。しかし、同年三月十四日、 江戸城少子王老家での嫌いをシナへの人情により、朝野長典が切腹。この時、正頼の母は深く生き通り、不公平な裁きをした、御聖堂を批判して、復帰をして、武士としての本会を果たすよう正頼に行ったとされる。阿公半海域後は、川崎の平間村に、母の隠居所を建てて移り、山本長左衛門と変名して隠れ住んだ。 あだちが決まると、江戸の新興寺町五丁目の借屋へ移った。平間村の隠居所は、元禄十五年十月、大石義雄の江戸下校に際しての宿に活用されている。新興寺町五丁目に移ると、平邸の探索を行い、屋敷の構造から屋内での戦いが主体となると考え、屋内戦に有利な旧借の単槍を考案した。 同年12月14日のキラテー打ち入りでは、表問体に属して戦った。母から送られた女こそでお肌につけ、生命を記した愛婦の裏に、寒シホに身はむしらる、中雪絵かなと書いていた。キラを打ち取り、赤楼シ一行は、朝野長典の墓所のある、千学寺へ向かったが、正頼は、吉田兼助と共に、一行から離れて大目つけ、 戦国久直の屋敷へ出頭して、内入りの口上書を提出した。その後、大石義雄らと共に、細川津成の屋敷にお預けとなる。元禄16年2月4日、江戸幕府の命により切腹。去年 34? 改明は、俳優賞献身寺。事件当時2歳だった長男の富の森長太郎は、母方のおじに預けられ、退社後に、身分藩主で、 不代大名の加藤家に仕えた。ありがとうございます。